皆さんこんにちは、爆発サザエです。2019年5月3日です。今日は今年初めての発電機による灯火採集をしてみたいと思っています。今日はですね、スクリーンを新調しました。それとですね、これが今回ちょっと一工夫じゃないんですけども、これ本当はあの反射板にしたいなと思うんですけども、で自分はあのいつも直接水銀灯を見ちゃうのが嫌で、この影から見るようにしてるんですけども、影を作りたいがためにくっつけた反射板ですね。なんかでそのうちアルミ箔か塗装かでつけないようにしたいかなと思ってます。日没まであと1時間あるのでラーメン作って食べます。私はいつもですね、スクーターの中に入れてる水ぬるま湯になってるんで、それ使って作って食べてます。明るいうちからスクリーンに虫が来てますね。沈んでいく夕日を眺めながらの早めの夕食、至福の時間です。18時半になりました。発電を開始いたします。10分です。結構いろいろ飛んできてますね。まもなく8時になろうというところなんですが、光柱はですね、唯一出るのが青ドームが増えました。8時半です。 HID のバッテリーが終わっちゃいました。今日 30W でやってたんですけどね、だんだんバッテリー持たなくなってきますね。9時になりました。半です。残念ながら撤収したいと思います。近くの宿の人の話によると、3日間雨が降りっきりで、今日上がったばっかりらしいんですよ。1日空いたぐらいがちょうど良かったんじゃないのかなというふうにおっしゃってました。帰りはお約束の街灯巡りです。虫がっていうのじゃなくてですね、バナナが普通になってるの、すごい。ホタルがいますね。ホタルとバナナの組み合わせってなんかすごい。こちら側にもバナナが。平田のデッドボディだけですね。今日はこれで撤収します。